僕はフィンランドのプロサッカー選手。今日はチームがオフなので自主練をしていきます。まずはリフティングをして体を温めていきます。チームメイトのトンミがすごいだろうと言わんばかりの表情。キャバキー。続いてパス練習をしていきます。海外ではこういった基礎練習をほぼしないので新鮮です。お次はロングパスをしていきます。僕はロングパスが少し苦手。そして僕が得意なドリブル練習。いや、やっぱりドリブルが一番楽しい。少し角度を変えたドリブル練習。これをやるときはいつもメッシを意識しています。僕は身長がちっちゃいのでこういったアジリティトレーニングが大切です。相手がいることをイメージしながらドリブルすることがすごい大切。僕はこのマーカーをファンダイクだと思ってます。最後はシュート練習。さあ一発で入るかな。おいしいね。決めます。泣きのもう一回リベンジなるか。ゴラショだねピグレット。最後日本でのボールの数え方を教えてあげました。またね。